皆さんこんにちは、かっちゃんでーす。風邪から完全復活や。皆さんご心配ありがとうございます。だいぶ元気になりました。ということで今日は3月3日はひな祭りということで、ひな祭りのレシピのリクエストもいくつかいただいてたんですけど、やっぱおひな様っていうと手まり寿司とか巻き寿司とかちらし寿司とかお寿司が食べたいなと思って、でも普通のお寿司を作っても面白くないんで変わったお寿司を作りたいなと思って、おにぎらずって流行ってたと思うんですけど、巻き寿司も結構巻くの難しいんで、巻かずに海苔巻きの上に乗せて巻かず寿司にしたら面白いんじゃないかなと思ったので、今日はひな祭りのひしもちのピンクと白と緑の3色をうまく使ったひな祭りまかず寿司を作っていきたいと思います。それでは早速作っていきましょう。まずひな祭り3色カラフルのり巻きを作っていきます。今回こんな感じのデコフリっていう色をつけられるふりかけをダイソーで買ってきたので、このピンク色と緑色を使ってピンクと緑色をつけていきます。炊きたてのお茶碗2杯分のご飯に寿司酢大さじ2を加え、うちわなどで仰ぎながら混ぜ合わせていきます。うちわじゃないのよデコフリ、はは。お米にツヤが出るまで全体をきれいに混ぜ合わせたら、濡れ布巾をかけて粗熱が取れるまで冷ましておきます。お茶碗各1杯ずつのご飯にデコフリのピンクと緑を加えて色をつけていきます。なんですかアレンさん、ご飯が欲しいですか？はい、お座り。お座り。ちょっとちょっと、あんた、あんた待ってる。爆食。はい、では今ご飯の粗熱が取れたので、海苔の上にピンク、白、緑の順番で1センチ間隔にご飯を並べていきます。ご飯を乗せ終えたら上からラップをかけ、ラップの面を下にして巻き巣の上に乗せ、内側に残っている白いご飯を敷き詰めていきます。ご飯を敷き詰めたら煎りごまを振り、表の面が半端になった方からですね、こっちを先にして巻いていきます。巻き巣で巻いたら冷蔵庫で30分ほど休ませておきます。はい、では今冷蔵庫で冷やし終えたので切ってみましょう。こんな感じに出来上がってます。これラップをつけたまま切るとすごく切りやすいと思います。はい、ではお皿2つに分けたんですけど、こんな感じでお皿の上に乗せたので、サーモンアボカド、むきエビ、ネギトロ、これは卵に水溶き片栗粉を小さじ1くらい加えて、こんな感じで錦糸卵を作っておいたので、これとマグロを準備しておいたので、お寿司の上の部分に具材を乗せていきます。マヨネーズを乗せて、サーモンアボカドいっちゃいます。っていうかサーモンだけじゃないですか。2つ目は大葉を乗せて、ネギトロを乗せていきます。 OK。 3つ目はちょっとこう卵をクシュッとして乗せて、エビを乗せていきましょう。乗るのこれ、乗せるって感じね。ドスドスドス。 OK。 ではこの最後の1個には大葉とマグロを乗せていきます。OK。 具材を乗せたら、ネギトロには少し小ネギを乗せて、マグロには刻んだ大葉と、エビにはごまですね、ごまと、サーモンにもごまをかけてあげましょう。デデン、なんかね、こんな感じのデコカマひな祭りっていう食べれるかまぼこかな、こんなのが売ってたんで真ん中にこれ飾ってあげようか。 OK。 はい、ではこんな感じでひな祭りまかず寿司の完成です。
ゃあ今こんな感じでできました。はい、では今回はひな祭りにちょっと変わり種の三色まかず寿司を作ってみました。それでは本日は氷結桃で乾杯。ピーヤ、久しぶりのお酒が最高に美味しい。じゃあ早速いただきましょう。いやなんかね、フォトジェネリックですね、これは。非常にフォトジェネリックです。フォトジェネリックっていうのは、フォトジェニックのことを、じゃあずっとフォトジェネリックだと思ってて、フォトジェネリック、フォトジェネリックって言ってたら、マノテさんに突っ込まれたっていうオチです。いやなんかこうやって上に乗せても結構可愛いですね。なんか写真とか撮ったら結構映えそうな感じですね。じゃあまずはやっぱマグロっすね。マグロからいただきます。うん、OS スイー醤油かけ忘れたんですけどね。うん、まあ味はほんと普通の巻き寿司ですね。酢の味がちょっと薄いことは薄いんですけど、このデコふりかけも全然嫌な味しないんで、こんな感じで色つけてもお刺身に合わないとか酢飯を殺してしまうような味もないですし、もうちょっとねやっぱ上に具を乗せることで豪華な感じに美味しく食べられるんじゃないかなと思います。シャモアブガロ。うん、上のお刺身は適当にサーモンとアボカド和えたりとか卵焼いて乗せたりネギトロ乗せただけなんですけど、ほんとお刺身を切って上に乗せるだけなんで、まあ、下の巻き寿司の部分だけ頑張ればすごく簡単に作れると思います。もうちょっとこうでも巻き寿司の部分を薄くして、まあ、ちょっとねご飯の部分が多いとお腹膨れちゃうんで、こう一口サイズでパクパク食べれる感じにすると、おつまみ感覚じゃないですけどこうパクパク食べれるような感じにすると食べやすいんじゃないかなと思います。うん、カリフォルニアロールみたいな感じでサーモンアボカドすごい美味しいですね。うん、今回のレシピで2本分巻き寿司できるので、こんな感じで小皿に乗せて1人分分けてもいいと思いますし、大皿に彩りよくいろんな具材乗せて盛り付けても見栄えもよく美味しく食べるんじゃないかなと思います。このエビ玉さんをね、うん、エビ玉さん眉ですね。じゃあ最後はこの人形乗せ寿司人形乗せ寿司。うん、はい、ということで今日はひな祭りの変わり種寿司三色まかず寿司を作ってみた動画でした。ちょっと変わった感じのものを作りたいなと思って今回三色にして上に乗せて作ってみたんですけど、なんかね意外に可愛らしく見た目も豪華な感じにできるんじゃないかなと思います。三色のご飯を作るところだけちょっと大変なんですけど、みんなで集まった時なんかでもすごい見栄えよくワイワイ美味しく食べれると思いますので、気になる人ぜひ作ってみてはいかがでしょうか。じゃあご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、コメント、高評価お願いします。シャバダバイひな祭り、かまぼこの味はいかに。かまぼこや。